タマテックはかつて東京都日野市に存在したモータースポーツをテーマにした遊園地及び温泉施設である。遊園地は同じ経営主体による鈴鹿サーキットと共にモートピアと称された。ホンダ技研工業株式会社主会社の株式会社モビリティランドが経営していたが2009年9月30日に営業を終了して閉鎖された。1961年に 本田技研工業系列のモータースポーツセンターとして開園する。初代所長は当時ロードレース世界選手権の 250cc クラスで日本人として初優勝した高橋国光で、後に運営会社は鈴鹿サーキットも運営した。当初はオートゲレンデと称してオートバイ愛好者向けに本格的なモトクロスコースを含むバイク用のダートコースを設置し、 様々なタイムトライアルなどが可能な施設であった。構想が明らかになると、雷族向けの施設、雷ランドなど批判的に報道され、警視庁交通部が雷族の要請書みたいなものだと思うが、事故でも起こったらどうするのかが心配だ。非常に好ましくない計画で、近く申し入れをするとも報じられた。 運営会社はオートバイファンに正しい技術を組んでもらおうというもので、指導もしっかりある。ただ、取締りを叫ぶだけでは彼らの気持ちを満たすことはできないと述べた。開演後の1962年9月16日に来園者の男性の乗ったオートバイが転倒して死亡する事故が起きた際は、雷天国初の死者なる見出しで報じられた。1962年4月に、 第2期工事が完了し、ホンダエンジンを搭載したゴーカートやミニバイクが遊具として設置されて自動車遊園地としても営業を始める。ミニオートバイの Z100 は好評を博してホンダモンキーとして商品化されるなど当初のバイク主体のスポーツ施設からファミリー向けの遊園地へ移行した。1964年に学校団体へ向けた実物のエンジンを分解して、 組み立てて動かすエンジン教室の催しを始めた。エンジン教室は、後に鈴鹿サーキットでも開催され、工場である鈴鹿製作所の見学と組み合わせた中学旅行プログラムになった。1970年代は、タイヤカーや水陸両用車エンジン動力で、係員が運転するジェットコースター、ジェットスレーなど、タマテックの特色となる登場型遊戯施設や、 観覧車など一般的なアトラクションも数多く設置され、読売ランドや西部園に比して中間に位置する多摩地域の遊園地へ変貌した。手塚治虫作によるキャラクターこちらも1979年に登場している。1980年代にモノレール型アトラクションのスーパーアジェットライダーや劇場型アトラクションマフハセブンが新設され、トライアルパークゴーカート、 ザ・カート G400、ロックガーデンプールのオープンなどの本格的な開発も行われた。1991年に、懸垂式モノレール型アトラクションのガリオン、1995年に、大型水車がライドごとを持ち上げるギミックで、国内最大級の水上型絶叫マシンを歌った、ワイルドリバーアドベンチャーと大観覧車、トップキャビン、1997年に、スペースショットと、 大規模なアトラクションが新設された。子供向けのゴーカーとフォーミュラ gp や本格的なバッテリーカー、電気自動車ムーもカート系アトラクションを入れ替わらせる形で設置されている。長らく遊園地だけの施設であったが、1995年に園内のキャンプ場を掘削専門業者が掘削して黒湯が湧き出し、1997年から温泉施設、 クアガーデンがオープンした。鈴鹿サーキットも同名称で1994年に開業している。多摩地域随一の湯量を誇るリゾート型の温浴施設として、露天風呂、サウナ、飲食施設、休憩所、フィットネスス,スタジオのほか、追加料金750円で、水着着用の温水プールが25メートル4コース、子供用。 ジャグジーを利用して水泳などの運動も可能であった。周囲に超高層ビルが存在しないため、内風呂から、日野屋立川、二階レストランから、八王子駅方面の眺望が見渡せる。2003年に東京ドーム、ラ楽屋と都島園、都島園庭の湯が開業するまで、関東の天然温泉併設型テーマパークは、当地が唯一であった。2004年に、読売ランドも、 岡の湯を開業した。小山遊園地併設の小山温泉思い川は2002年に開業している。クワガーデンは電電視通、旧 UFO アトラクションホーム寄りにあたるモートピアの高台側に位置し、モートピア開園中は連絡口で往来が可能であったが、モートピアの正面ゲートは、丘陵の中原で、モートピアに入園しない場合は坂を降りと百155号線を、 左折して、タマテック、温泉入り口バス停を過ぎた、信号機がある交差点を左折して坂を登る必要がある。1時間に2から3本程度、モートピアとクアガーデンの正面玄関間を呼び、タマ動物公園駅を結ぶ、無料送迎バスを、京王自動車が専用マイクロバスで、南大沢京王バスは、路線バス車両で運行した。ユニバーサルスタジオジャパン。 東京ディズニーシーという大規模なテーマパークが開業し、日本各地の遊園地の入園者数が減少しつつ、あった2001年に、マフハセブンを 4D モーションシアターに改装する形でオープン。2002年から2004年にかけて、キッズドライブ、キッズバイクなど子供向けのーカート系アトラクションを、外輪船などを廃止させて跡地に設置する形で、オープンさせた。 園内随一の絶叫マシン、ワイルドリバーアドベンチャーが2003年くれ頃に8年間の営業で終了し、続いて u o とカナディアンジェットライダーも運行を終了し、絶叫マシンはスペースショットのみとなる。2006年にエイクロ X、2007年にドリーム X と新型のゴーカートアトラクションを導入。カード系アトラクションの充実を図り、 施設名称通りのモートピアへの回帰と再興を図る趣も見られたが、どちらも幼児、小児の家族連れ向きのアトラクションであり、テーマパークの客層である中高生以上の若年層やカップルのタマテック離れが進んだ。1990年代以降は一般に反布する割引券に加え、朝日新聞ともの会の朝日名と、読売新聞購読者の読売ファミリーサークル、 UFJ カード会員、ホンダ車ディーラー特一客などを対象に招待例を設け、連価でフリーパスを販売するなどして集客を図るが、1999年以降は営業利益を出せずに、形状損失を形状した。入場者は100万人を超えた2002年以降に、減少を続け、2007年から2008年の世界、金融危機などにより、 ホンダ技研工業は不採算事業から撤退を2009年2月に発表した。閉園前の春休みゴールデンウィーク夏休み、シルバーウィークと9月最終週は多数の来場客で人気アトラクションは長い待ち時間を要するなど大変に混雑した。タマテックは2009年9月30日22時に、モートピアは19時に終わり演した。最終営業はクアガーデンで、 招致した音楽家や従業員による生演奏や歌唱など特別編成のロビーコンサートを昼間から閉館まで続けて実施し通常通り22時に閉館した来館者数が多く送迎バスの最終便はクアガーデンとモートピアで数十人の利用客を残して臨時便が増発された JR 中央線トヨタ駅側から見えた観覧車及びスペースショットは 施設閉鎖後にすべて解体された。豊田方面から見た、タマテックの観覧車の解体中の様子。2010年6月にタマテック跡地を明治大学が買収し、住宅地に隣接してゼマとなった世田谷区八幡山の明治大学ラグビー部など体育会学部の練習場や合宿所を移設し、スポーツ科学部を新設して校舎を設立するなど、 明治大学スポーツパークとして利用する構想が明らかになった。八幡山グラウンドなどの売却が明治大学評議委員会に承認され、三菱商事を共同事業者として、日野市を中心に地元自治体などとも協議の上で2014年から利用を目指す予定だった。敷地内に金卵など絶滅危惧種の群落や大鷹の映像置などが確認され、 東京都自然保護条例に基づく東京都自然環境保全審議会の審査が長期化し、2013年5月に建物の縮小など計画案変更を条件に認可されたが、着工予定は大幅に遅れた。東日本大震災の復興事業や2020年東京オリンピックの開催決定から建設資材や人件費が高騰し、 経費が当初予定の1.7倍に達する見込みとなったため、2013年10月までに、明治大学評議委員会は、事業計画撤回を決定した。明治大学は10月中旬に、世田谷区に対し、八幡山グランド売却に伴う、都市計画の変更を中止するように求めた。日野市は着工予定の9月を過ぎても、開発許可申請が行われない理由の説明を、 明治大学に求め、事業計画中止が検討されていることについて10月26日に、抗議文を送付した。11月6日に、日高健造明治大学理事長が、日野市役所を訪問して、大坪冬彦日野市長に、事業計画中止を申し入れたが、日野市側は、都市計画の変更など手続きを実施しており、一方的中止は認められないと反発して、 事業継続を強く求めた。共同事業者の三菱商事は土地取得に多額の費用を要し、用途は学校にほぼ限定される市街化調整区域であることから事業の継続化土地の買い取りを明治大学に求めた。明治大学は三菱商事が契約不履行であった。開発から建物の竣工引き渡しに至る義務を果たさなかった。 と主張して和解に応じず、三菱商事は2015年3月に土地代金の建て替え約46億円を含む61億9000万円の支払いを明治大学に求めて提訴。一新東京地裁は2018年4月に明治大学に対し8億円余りの支払いを命じる判決を下した。送迎バス所在地、東京都日野市保土久保の2 2の1。 読売ランドと同様、丘陵地を開発し、中腹に位置する遊園地、モートピアは所々勾配がやや急な坂があり、その勾配の斜面や高低差を軌道に生かしたライド型アトラクションも置かれた。高台にクワガーデン、駐車場、キャンプ場などが置かれている。テレビドラマやテレビ映画などの撮影地としても、タマテックがよく使われていた。例を挙げると、 宇宙刑事ギャバン14は TBS の特撮テレビ映画ウルトラ Q の2020年の挑戦。フジテレビの花嫁とパパ、結婚できない男やテレビ朝日の金曜ナイトドラマ、雨と夢の後に最終話などにタマテックでのロケーション撮影シーンが登場した。フジテレビジョンが制作したひらけ、ポンキッキの 番組エンディング映像として1988年から1994年頃まで園内でのロケ撮影が頻繁に行われていたアトラクションの一つフォーミュラプラスクアガーデン過去のこちらちゃんファミリーは以下の通りタマテックの完全オリジナル CD として1988年に唯一リリースがされたタマテックドリームズがあるこの CD はかつて タマテックの園内に新登場をしたアトラクションホットロットの登場記念アルバムとしてリリースされ、アルバムジャケットにホットロットの登場記念キャラクター、ホットレディとロットマイティの図柄とそれぞれのサインも書かれている。ジャケットの中央に映っている実写のこちらとチララは1987年当時にタマテック園内で撮影されたものである。この CD に収録されている楽曲は、 タマテックと鈴鹿サーキットランドの両演で長年使用され、一部の楽曲はアトラクション音楽やイベント時のバックミュージック、こちらちゃんたちが登場をしたショーなどの楽曲としても使用された。収録されている楽曲の演奏は、ディキシーランドジャズ演奏のベテラン演奏家である中川義弘が率いるデキシーディックスのメンバーと特別編成をされたタマテックドリームズバンドが共に行っている。 収録曲演奏制作スタッフ同様のホンダの遊園地は、かつては奈良県生駒市に生駒テック、埼玉県朝霞市に朝霞テックがあり、いずれもタマテックとほぼ同時期に建設された。生駒テックは1965年3月、朝霞テックは1973年に閉鎖され、生駒テック跡地は生駒三3公園、朝霞テック跡地は ホンダ技術研究所は佐賀研究所となっている。タマテック開業当初には佐賀、高松、広島、名古屋、仙台など日本全国60カ所に同様の施設の建設が計画されていた。同じテックという名前の施設ではあるが、ヨナバルテックは関係がない。ありがとうございます。